はいどうも、こんにちは、ティアタ、回しまーす。うわ、はいどうもって言ったよ、こいつ。というわけで今日いつもとなんか画面が違うんですけど、これティラさんって言うんですよ。なんで今、はいどうもって言いました。はい、意識しました。はい、私ティラさんって言います。いつも使ってるアンラってやつキャラがいいんですけど、このティラさんっていうのはですね、いつもアンラが雇ってるストーリークエストで雇ってるサブキャラです。見てください、これいでたち。いいんだよそれは。でね、なんで今日収録で撮ってるのかって言いますとですね、ちょっとやりたいクエストがあって、これですよね、これ岩蔵博士。これ見た方はね、もうやってる方はもしかしたらわかるかもしれないですけど、このクエストではですね、あ、そこのドラゴンキッズくん、なかなかいい仲間人形連れてますね。ドラゴンキッズくんに突っ込まれるのやめてくれる。はい、岩の巣ね。何？これがですね、このおめかしレアカラー券。そうです、このおめかしレアカラー券、実はですね、買う以外の入手方法がこれしかなくて、本当に。で、もうほぼ貴重な一品なんですけど、これをちょっとやりたいなと思います。なんでじゃあ収録でやってんのって話なんですけど、これはね、一つ、重大な問題がありまして、このクエストには。これはね、生放送で、まあやったんでよかったんですけど、まあ友達がいないとできないクエストと。はい、モンスター1匹、仲間人間1人1組、都合4組、合計8名で私の勇者モンスター戦ってください。これは意味がわからないので、簡単に言いますとですね、今、ティラさんとコドランっていうのは1組なんですよ。で、4組ってことは、ティラさんとコドランが4組必要なんですよ。要するに他のプレイヤーですね。全ての仲間人間の85以上。まあ、ソウルなんで大丈夫ですね。45以上、転生が30は大丈夫です。はい。ね。というか、パーティー同盟を組んでからってもう言ってますね、これ。はい。これが問題です。これが非常に問題でございます。はい。パーティー同盟相手をどう見てみますか。ステイドパーティーと、周りには人がいません。はい。周りに人がいませんで、ステイパーティーを組むことは不可能です。同盟相手を自動で探す。私はね、自動で探してオートマッチングするとすぐ晒されたりね、そういうのが大嫌いなんで嫌です。同盟を組まない。これしかありません。パーティー同盟、何これ、パーティー同盟を組まずにこの先とても厳しい戦いになりますか。それしかねえんだもん。さあ、8人のパーティーに、8人前提の難易度にやってきた、2人。コドラ、頼むぞお前。コドラ、お前だけが全てやと思うわ。一応、サブで頑張って、それなりに揃えたつもりなんだよね。うん。まあ、お願いします、じゃね。装備もこんな感じで。どうしてもゼルメアさんで、サブのね、悲しいところで、どうしてもメインに比べると劣るなーって話なんですけど、いけるかどうかちょっとわかんないんでね。まあ、でもいけるかもしんないからね。サポート仲間、とりあえず、コドランはガンガン行こうぜして、自分はソウルでコドランを援護すると。まあ、ソウル役がいるのはでかいんじゃないかなと思います。じゃあ行きましょう。大丈夫？なんか、いや、いけるいけるいける。とりあえずね、頑張りましょう。とりあえずね、まず、僧侶の基本ムーブで入っていきますよ。てか、見破る入ってんない。あ、ちょっと待って、食らいすぎじゃない？食らいすぎくる。死んだで！コドラ、お前何しとん？死んだで！不思議な踊り。あ、これマジポイント下がりそう。やだな。とりあえずスクルートした方がいい。スクルート、うマジポイントめっちゃ変だけど。ちょっと待って、助け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 て、どうすんのこれ。え、クエストボスみたいにさ、難易度を選べるわけじゃないんでしょ。あ、ちょっと待って、このな、死んでしまう。助けて、助けて。天使の守りをまずしないとね、天使の守りじゃね、ゾンビにしないといけないんでね。おお、しょ。頑張り頑張り頑張り、ザルザル、あはははは、どうすりゃいいんだ。え、待って、積みなところない？え、積んでないこれ。え、お、え、これ積んでない？て、天使のお守りして、不思議な踊りやめて、それやめてよ。ねえ、そういうのずるいから。マジポイント1です。マジポイント1。あ、
ちょ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 っと落ち着こう。一旦落ち着こう。ねえ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 、ナスビス、ちょっと落ち着こう、落ち着こう、落ち着こう。やめて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 、おーいやいや、ヒヤヒヤさせてくれない。なんか、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 なんかないの？ロストアタック、ロストアタック、ファランクソル、なになになにこれ、どうなってんの、どうなってんの、なんで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 、なんもできない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 、クソゲーじゃん。とりあえず1体しか出てこないってことはね、利用するべきだと思うんだよね。だからうまいこと、2発耐えんじゃん。まあ、2発、1発耐えるってことは確定してるじゃん。っていうことは、1発耐えるってことは確定、こうなるとね、1発耐えるのは確定してんだ。だから、そこからどうするかだよ。不思議な踊りの間にさ、安全圏入れるから、ベホマラ。無理！おい！来て言って素晴らしい！そう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 。だから一発耐えることは確定してるんだから、とりあえずこれで回復していくしかねえか。あー、これね、コトランにベホイムあまりようかとか、ティラさんだったそれ。あ、ベホマラ狙われてるってことはベホマラでいいってことだ。死んじゃったよ。あー、これね、コトランね、ダメだと思うよ。これはダメだわ。いやー、ロザリア生きてるって素晴らしいね。すげえ生きてるって素晴らしいよ。ベホマラ間に合え。間に合え、間に合え、間に合え。来た、間に合ってないんだけど、クソったれがよ、クソったれがよ、助けて、テンションよし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 、まだいける、呪いの動き来たんじゃない、これかなりのチャンス来てんな。天使の守りしたよ、いやん天使の守りしてる。あー、でもこれね、あー、ロザリオ残ってる。いやー、かなり厳しい戦いしてんな。いや、こうなるとザオラルからベホマラ入った方がいいわ。なんでよーい！いいとこまで行ったと思ったんだけどな。いや、行ってないな。いや、行ってませんよ、多分。いいとこまで行ったと思ってるでしょ、あなた。そうなんだよな。二人っていう、なんかさ、二人で戦うことってめったにないからわかんねえな。あ、これはラッキーだな、逆に。ベホイムする。ターンがあるってことになるもんね。あ、これ当たるんだ、離れてても。危ねえな。これ離れてても当たっちゃうんだ。やめて。やめてよ。あ、これどうせ死ぬからさ、早読み炎症とか増える可能性があるからさ、聖なる祈りは入らなくていいかもな。スクートとかできるとでかいんだけどね。押せーよ、ベホマラ。マラ、押せえよ。なんか、なんか、ないわ。なんか、必殺、聖者の歌。歌え、歌え、歌え、歌え。これでコドラン復活するから。うん。聖者の歌しよっか。はい、生きてるって、すいません。よし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 。いいよ、あるあるある。普通にあるんじゃないの？まだある。で、ほまらして。で、天使の守りしたいな。天使の守りしといた方がいいんじゃないかな。復活した時になんかさ、強くなるからさ、なんか。なぜか復活した時にね、なんか強くなることがあるからね。あ、身をかわした。これこれ、生きてるって素晴らしい。コトラ頼む。よし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 。いいよ、ある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 。大暴力これ。でもこれ、回復忙しいな。これマジで回復忙しすぎて、なんもできねえな、今のところ。コトランが早く押して、ご利用してほしいって感じかな。なんか変な、いきなり、何トマトスって誰、トマスクート、エナジースクート入る、トマトスって誰、何トマトスって誰、ちょっと待ってよ、スクートしてたじゃん、もう今スクートしてたって、最後までやりきれや、スクートするんだ、最後までやりきれって、何してんやん、ちょ聞いてない聞いてない、2匹出るの聞いてないよ、三重師って言っとったけど、ちゃんと1体ずつ来てんね、あのさ、お客様ちゃんと列に並んでいただけますか、列に並んで、あっ危ない、生きてる、正しい、いやもうコトラン、コトラン、もう終わってる。あははは、マジでどうしようもないよ。勝てねえ。マジ勝てねえ。どうすんだろう。ちょっと罪な感じで。でもね、聖なる祈りはいらないんだよね。聖なる祈りはいらないんだ。どうせ天使の守りで復活するってこと考えて、聖なる守りはいらないレベルだね。いやー、コトランがね、2発で。せめてね、あ、コトラン、これ間に合っても死ぬかー。待って、これ間に合っても死ぬから、ザオラの待機だな。これザオラの方が良かったんだ。どうせ死ぬもん。どうせ死ぬもん。なんで俺サイコパスみたいなこと言ってんだ。どうせ死ぬもんって、なんでこんな、あ、生きてるって素晴らしい。いいよ。これあるんじゃない、
これはある。コトラン回復させて、自分は食らうよね。まあ、ここ食らうのは仕方ないから、ベホミはすぐ回復して、この間にね、稼げる。ならね、問題はね、あれトマトが出てくる時なんだよ。トマトが出る前に、ザオラル。コドラゴラムやってる暇あるか、お前、本当に。コドラゴラムやってる暇があんまないんだよな。こうなると次、ベホマラの方が良くて、これは分かってんだよね。あ、これはね、まあ、私は死にますんで、はい。私は死ぬと思います。防御来い、ああ、防御も、防御の甲斐なく。防御の甲斐もなくね。はい。いやー、コドランがこうやって大学やつとかでガン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 やってくるしかないよね。天使の守りした方がいいよなー、さすがに。さすがに天使の守りだよなー、これ。あ、コドランの不思議な踊りか。これどうなんだろう。でも、結構減るからね、MP。あ、結構減んな、俺、マジで。よし、生きてるって素晴らしい。大丈夫。間に合うよ。間に合う、間に合う、間に合う、よし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 、いいぞ。いい、いい流れ来てる。スクートかけたい。スクートかけたい、ここで。スクートかけたい。いやー、このパターンでスクート来ちゃったー。もう、スクートじゃなかったかなー。スクートじゃなかったな、今。今、ベホマガだったね。いやー、コダラ残ってるよ。あるあるある、ある、あちょっと待って、積んでる、積んでる、積んでる。まだ、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 まだ立て直せる。お、何してんねん、何してんの、お、何しとん、ね、何してんの、何してんの、え、何してんの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 、何、早くやれって、早くザオラ撃てって。何してんだって、もう、何してんだって、もう。ザオラを唱えろよ、早く。次にコトラ狙えたらもう終わりなんだよな。あ、ザオラル待機。この時に、ザオラルを待機しておいて、どうせ死ぬんだから。あー、俺が死んでる。え、ザオラル待機して、俺死んでる俺しか死ぬの。ね、これはベホマナーかな、ザオラです。くそ、今の言って無駄。なあ、おい、生きてるって素晴らしい、生きてるって素晴らしいよ、ベホマ。あ、天使の守りしたいな。天使の守りしないと偉い見えるぞ、このままじゃ。天使の守りしよう。ここは天使の守りして、ま、祈れれば勝ちよ。よし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 。祈ったら勝ちって言ったじゃん。祈った瞬間に死んでった。コトランいける、大学ラッシュ、今のうちに大学ラッシュできるのでかくないそれ。それマジででかいよ。いやー、でも、早くこいつをナスビス倒さないと、どうせ、どん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 、自利品になっていくから。あー、もうこれは厳しいパターンですね。なんか僧侶できねえのかよ、お前。なんか奇跡の力でうんたらこんたらみたいなゴスペルソングとか歌えないの、お前。てか、ゴスペルソングはそもそも聖女の歌が。ザオラルから入ろう。もう多分負けだろ。いや、もう負けっすよね、どう見ても。ですよね。なんでこんな難易度高いん、これ。いや、さすがに無理かな。レベルや装備が足りてないのか。レベルや装備足りてない。どんな上級クエストだよ、これ。レベルや装備が足りてない説はあるな。もうちょっとだって強くなれるもんね、コドランたちもさ。こうなるとね、ザオラルを待って、離れとこう。やられるでしょ？で、行くでしょ？ザオラル。あと、技術も足んない。プレイ技術も足んないから、それだよね。プレイ技術も足りてないし、装備もまだ足りてないから、完璧じゃないからね。完璧にやって初めて対等に戦えるクエストレベル？これってもしかして。かなり難しいで。いや、ラピッツ席じゃないね。まあいいわ。ここはラッキー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 。コドラン回復できる。今ちにコドラン回復できる。よし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 。ベホマラ、ベホマラ、ベホマラ。ベホマラベホマラって叫び流してなんで俺はやられなあかんの。天使の守りしたいよな。コドラン頼む。よし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 。このなんか復活時はね、聞かな、いやん、集中砲火受けると負けなのが分かった。天使の祈りをさ、じゃあゾンビ的にやればいいんかなと思ったらそういうわけでもないのね。ゾンビ的にできるかって言ったらそういうわけじゃないのか。そうだな、そうなると厳しいよな。あー、ほらもう早いよ、コドランやられるのが、落ちるのが早すぎるんだよな。生きてる素晴らしい。この縦ガードとか身をかわしたにかけるしかないな、正直。正直もうそれしかなくない、これ。あとコドランが生きててほしいもん。あー、もう生きないね。あ、生きないね、コドラン。ロザリオでワンチャン耐えるか。ロザリオでワンチャン耐えるって言ったのに。ロザリオすらできない。ザオラル、よし、ザオラル間に合った。よし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 。ベホマラー、ここでベホマラーが
よしよし、あー回復量足りてないわ。回復量が足りてないんだ。205だったもん。マジか。やっぱ天使の祈り、聖なる祈りは両方かけたいよね。あと聖女の守りあんじゃん。この聖女の守りもいいかもね。だから聖女の守りすればさ、コドランが耐える可能性が大いにあるもんな。てか、あーコドランこうなっちゃうとねあこうなっちゃうとね、いやどうせ死ぬ、どうせ死ぬんだが天使の守りで、いけザルマネ、よし間に合った、ザルマネた、俺は死ぬ天使の守りがあります、大丈夫。聖女の守りがあるから、それをコドランに渡せれば、よしよしよし、生きてるって素晴らしいよ。天使の守りして、コドラン、あー来たー、来た来た、やばいやばいやばいの来た、ヒゲ生えてる、見てこのお化けどんどんヒゲ生えとるで、よく見たら歴戦のツタもね、ヒゲ生えとるやもん。ライアンと一緒や、ヒゲ生えとったら強いもんな、よく考えたら。すげえ集中報告だ、すげえ集中報告だ。天使の守り、間に合う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 よ、間に合うよ、おいってるって、まだ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 、ほらまだだよ、いやまだだよ、まだだよ、まだまだ、落ち着け落ち着け、この高校団を復活させてね、起点を作ります、まず起点を作ろうと思います。よし起点作った、なんかマヒャドロスって見えるんだけど、おいおいマヒャドロスしてんだけど、あいつやばいんだけど、あいつマヒャドロスしてんだけど、天使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 、おいほらほらほら、まだだよ。いや、まだだよ。あコドラミがこういう風にコンスタントに与えていけばいけるんだって。いけないよ。いけないよ、これ。コンスタントにコドランがダメージ与えることができればワンチャンあるんだよね。天使の応援します。ここで天使の応援してさ、ゾンビだよね。いつかね、いつかいける。何かしらちょっとね、何か奇跡が起こっていける説あるから。で、ここでコドランをね、起点。なんて言ってんの、さっきから。意味わかんねえし、逃げたばっかしてんだけど。火力が高すぎるんだよね、そもそも。やばい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 。コドラン、なんか絆の力浮かせへんの、お前。テンション、間に合う。頑張りまーす。なんでサポート仲間連れてきねえの、これ。別にさ、パーティー枠歩き合うんだから、こういう時のためのサポートなのかもじゃないの文句を言うんじゃねえよ文句言い始めたぞ、いよいよ。やばい、いよいよ文句言い始めた。もうちょっと待って、もう。基本的にザオラルと天使の守りしかしてねえな。蘇生がこんなに忙しくなるとは思わなかったな。聖女の守りを配ってみよう、コドランにな。押してる場合じゃねえぞ。あー、いい、聖女の守り。今のうちにコドランに聖女の守り配おう。これで耐えるもんね。聖女の守りすれば。それはワンチャンじゃない、早くも使うな、聖女の守りを。俺の聖女の守りもう使われた聖女の守りワンチャンあるな。で、自分は耐える。あー、何してんの、何ポコって殴ってんの、何殴ってんのお前。うわー、コマンドミス、コマンドミスまだある、ここからまだまだある。天使の守り、次天使の守り、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 天使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 、頑張れ、おー生きてたさし、ロザリオかよ、今度は。よしよしよし、呪いで30当たるから、呪いで30当たる、そのうち勝てる。助けてくれ呪い解け取るやだー、天使の森で生き延びろ、生き延びろ、生き延びればそのうち、勇者とは決して諦めないもののことです。いや、私僧侶です。私僧侶なんです。天使の守りって何、何この主観視点 POV ってやつ、いいよそういうのは。